フロムゴーイチの中野です。僕今もう完全にロングヘアなんですけど、これね、もう人生の中でダントツで一番髪の毛長いんですよ。まあ、なんでここまで伸びてるのかっていうのをちょっと説明しますと、もともと僕らフロムゴーイチっていう5人組はアマチュア演劇をずっとやってるメンバーなんですよ。で、僕も18歳からずっとやってて、アマチュア演劇でだいたい年間2本3本ぐらいは何かしら出させてもらってたんで、常にその次の舞台に合わせて髪の毛を調整していくっていうことがずっと続いてたんですよ。コロナが始まってから、まあ僕は個人的にもう演劇活動がもう止まってしまったんで、髪の毛もね、そこからどうしていいかわからんくなって、とりあえずまあ演劇できるようになった時に伸びてる分にはどないでもなるんで、とりあえず伸ばしとこうかっていうことで、ところがそれがもうコロナ禍が長くて長くて、どんどん髪の毛も長くなっていったっていうことなんですけども、さすがに伸びすぎてたんで、去年の夏ぐらいに一回切ろうかなと思ったんですよ。で、そんな時にですね、調べて発見したんですけども、ヘアドネーションっていう活動があるらしいんですよ。で、これ何かって言いますと、もともとアメリカで始まった慈善活動なんですけども、小児がんのお子さんであったりとか、まあ、事故とかで髪の毛を失ってしまった方、失ってしまったお子さんに使っていただくメディカルウィッグ、まあ、要するに医療用のウィッグなんですけども、それを作るために髪の毛を寄付するっていう活動なんですよ。で、そんな活動があるって知らなかったんで、うわ、これはもうせっかくやからぜひぜひさせていただきたいと思いまして、でさらに伸ばし続けて今に至るという感じなんですよ。そのヘアドネーションをするのにいくつか調べていくとルールがありまして、まず寄付する長さ、まあ、切る長さは31センチ以上って決まってるんですよ。だからそれなりに伸ばしとかないといけない。で、まあ僕もう胸ぐらいまで髪の毛あるんで、そこはいけるかなと。で、もう一つがですね、髪質と、あとまあダメージ具合なんですけど、ちょっと引っ張ってちぎれちゃうとか、もうブリーチを何回も重ねてもう脱色しまくってるとかってなると、受け取ってもらえないことがあるみたいなんですけども、まあ少々のカラーリングとかパーマとか、まあ、癖毛とかはある程度大丈夫みたいなんで、ヘアドネーションをねすると決めてからはもうほんまに毎日トリートメントとかして、できるだけこう健康的な髪の毛を保てるように頑張ってきましたんで、もう今これで、ね、もうとうとうヘアドネーションできるとこまで髪の毛が来たかなということで、もうついに本日やってこようと思います。でですね、でヘアドネーション、そのどこにその寄付するんかっていうことなんですけど、まあその郵送先の団体さんが何個かあるんですけども、そのヘアドネーションっていう活動に賛同してる美容院を探さないといけないんですよ。ただやっぱりね、馴染みの美容師さんにやってほしいなっていう思いもあって、いつもお世話になってる美容師さんにね相談したんですけども、まあ、うちちょっとやってないんですよって言われて、まあそりゃせやなと思ったんですけども、その美容師さんがめちゃくちゃいい人なんで、いろいろ調べてくれたみたいで、とりあえずじゃあ僕がやろうと思いますというふうに言っていただけたので、断髪してもらおうかなと思います。動画とか回したら迷惑ですかねって相談したところ、あ、もうどうぞどうぞと、動画回して大丈夫ですって言っていただけたので、切るところもしっかり動画に収めようかなと思います。もしその誰かのね、必要としてる方の役に立てるんであれば、それはもう願ったり叶ったりなんで、4年ぐらい伸ばしたんですかね、まあいざね、いざ切るとなるとちょっとこう感慨深いものも正直あるんですよ。なんかこう思い出が詰まってるような気がしてね。でもまあいつまでもね伸ばしててもしょうがないんで、もう今日バツンと行ってきますんで、それでは今から美容室の方に行ってこようと思います。
よし、行くぞ。この辺、この辺ぐらいまでしか入ってないですか？あ、大丈夫です。すみません。じゃあ店長さんの姿とかでカットした方がいいですね。いや、僕は全然。あ、大丈夫です。はい、すみません。ありがとうございます。変な顔してたりとかしてた時だけか。一生の思い出になりますね。いや、そうですよね。瞬間ぐらい傾きましょう。そうですね。はい。いきますね。はい。すごいですね。すごいですね。戦国時代の打ち取ったりみたいな。年間の前ですもんね。いや、そうですよ。あ、すごい。ありがとうございます。行きますね。はい、ありがとうございます。でもこっちからの方がちょうど光が入って綺麗だと思います。うん、はい、ということでですね、先ほど、美容室から帰ってきました。無事にねヘアドネーションもしていただいて、もうなんせね店長さんがものすごいいい人で、
もう動画撮影もものすごいね、こうしましょうかこうしましょうかって言って、あの協力していただけて、でね、あのいろいろこう相談にも乗っていただけて、すごいこうすっきりしましたね。いい感じになりましたね。いや、頭が軽いです。この短さってほんまに4年ぶりぐらいですからね。髪の毛切ったんが4年ぶりですからね。いやー、なんか気持ちが変わりますね、髪の毛を切ると。あと美容師さんってやっぱかっこいいですね。やっぱもう職人やし芸術家やしみたいなね。いやいや、本当に良かったです。その協力していただいた美容師さん、本当にありがとうございました。もう感無量です。でね、あのヘアドネーションした髪の毛は、まあ、必要としてる方にね、あの無事届けばなと、何かちょっとでもお役に立てればいいなと思ってます。はい、ということで、私フロム五一中のヘアドネーションをするという動画でした。ご視聴いただきましてありがとうございました。